ロイ・ウェガリーは南アフリカ共和国プレトリア出身の元サッカー選手で現在はプロゴルファーである。1984年から1998年まで選手生活を送り、イングランドプレミアリーグのクイーンズ・パーク・レンジャーズ、ブラック・バン・ローバーズ、コベントリー・シティ、そしてフットボールリーグのチェルシー、スー・インドン・タウン、ルートン・タウンでの活躍で知られている。彼はまた、 故郷であるアメリカでも、タンパベイラウディーズ、タコマスターズ、コロラドラピッツ、DC ユナイテッド、タンパベイミューティニーでもキャリアを送っている。アメリカ代表としては、1994年と1998年のワールドカップに出場した。ウーゴ・サンチェスと二人しかいない、NASL と MLS の両方のリーグでプレーした、うちの一人である。プレトリアで生まれたウェガリーは、 ウォータークルーフ小学校でサッカーを始めた。周りにはチームメイトに後に、サクラメントで活躍するクリフォード・ロストースキー、カリフォルニアで弁護士になるディオン・ステインとデイビッド・クローサーがおり、ウェガリーの才能は飛躍的に開花した。彼はすぐに、彼の兄の所属する地域のクラブ、アーカディア・シェパーズからの招待を受け、成功したキャリアを歩んだ。ウェガリーは1980年に、 マンチェスターユナイテッドでのテストに不合格になった後、アメリカの大学でのプレーを選択した。2シーズンを南フロリダ大学で過ごした間の1983年に、大学の年間ゴール記録である21ゴールを挙げている。北米サッカーリーグのタンパベイラウディーズは1984年の大学ドラフトで彼を一巡目で引き当てた。 NASL の最終年である1984年に彼は21試合に出場し9ゴール17アシストを記録し最優秀新人賞を受賞した素晴らしいことにタンパベイを指揮していたのはロドニー・マーシュであり彼のつてで上リりに将来のイングランドへの移籍の道を築くことに大いに貢献した NASL の終演を迎え彼は メジャーインドアサッカーリーグのタコマスターズへ移籍し、2年間を過ごした。南フロリダ大学においては、元チェルシーのストライカーであり、UEFA カップウィーナーズカップを制したデレックス・メサースとの下で、プロとしてのキャリアとは何であるかという基礎を学んだ。1986年、QPR のスター選手であったマーシュが、イングランドでの職を得て、ウェガリーをトライアウトにかけた。 QPR はその時には目をかけなかったが、チェルシーには十分なインパクトを与え、契約オファーを得ることができた。しかし、ウェガリーは、チェルシーでは安定したプレーができず、1988年3月24日、ローン移籍で最後の7試合をスウィンドンタウンでプレーすることになった。シーズン終了後、チェルシーは、ウェガリーを7万5000ポンドでルートンに売却した。 ルートンでノウェガリーはチーム内得点王を記録し、1989年に QPR に100万ポンドで引き抜かれた。彼は1990から91年シーズン1部リーグの得点上位3位に食い込み、リーズとのエランドロードでの争いに勝ち、ITV ゴールオブザシーズンの名誉に授かった。その後、QPR に新しい監督、ジェリー・フランシスが来て、 ウェガリーを重宝しなくなるまで順調なキャリアを築いていたが1992年3月に移籍することになった。ブラックバーンには110万ポンドで移籍した。これはニ部リーグのクラブとしては記録的な金額であった。彼は1992年5月に新しい FA プレミアリーグへのプレイオフで勝利を導くのに大いに貢献した。しかし、 彼個人のキャリアチャンスはその時、イーウッドパークでのアランシアラーというスターの登場によりくじかれてしまった。1992から93年シーズンには、ウェガリーのもとに数多くのオファーが届いたが、22試合の出場の後、ブラックバーンは1993年3月に100万ポンドでコベントリーに売却することを決めた。怪我の数々にもかかわらず、 1994から95年シーズンの契約最終年までに53試合に出場し、9ゴールを決めた。1996年、ウェガリーは MLS とサインした。その当時、この新しくできたリーグは、有名選手を各クラブの戦力均衡のために割り当てる制度を取っていた。この過程により、MLS は彼をコロラドラピッツに与えたが、しかし、 彼はあまり活躍することができなかった。1年半のコロラドでの選手生活の2年目シーズンの14試合の直後、DC ユナイテッドのスティーブ・ランメルとのトレードとなった。ラピッツでは36試合に出場し、4ゴールではあったが、監督であるボビー・ホートンが解任された時に暫定監督を1試合務めた。DC ユナイテッドに合流した時、チームは 優勝争いを演じていた。彼のゴールのペースは上がり、ポストシーズンを含めて19試合で5ゴールをマークし、ブルース・アリーナ監督の期待をも上回る活躍をしてみせた。1998年4月26日に D.C. ユナイテッドがウェガリーとタンパベーミューティニーのロイレイスターしたといったトレードはリーグ史上最も不均衡なトレードの一つの結果となった。レスターは MLS を代表するゴールキーパーであったが、一方で、ウェガリーは、同年のミュテニーでのシーズンでわずかに1ゴールに終わり、選手生活を引退した。ウェガリーは、アメリカ人の妻と結婚した後、1991年にアメリカ市民権を得た。1992年5月30日のアイルランド戦でデビューを果たし、その後41試合7得点の活躍で国に貢献した。 1994年1月8日、ウェガリーは膝の怪我をし、幾多の関節鏡手術を受けたが、同年のフィーファワールドカップのキープレイヤーとして戻ってくることができた。1998年までに足を引きずりながら手術に何度も立ち向かった。1998年のフランスワールドカップまでの間に再起を図って、 代表復帰を遂げたが、前回大会のようなキープレイヤーとなることは、できなかった。元代表監督のスティーブ・サンプソンによれば、ウェガリーは、同年2月25日のベルギー戦と3月14日のパラグアイ戦の間にアシスタントコーチのクリーブ・チャールズに会いに来て、代表チームキャプテンであるジョン・ハークスと、代表のストライカーであるエリック・ウィナルダの妻、エイミーの事情について、 相談をした結果、ハークスは代表チームから落選した。こういった内部の問題もあり、1998年のワールドカップではグループリーグ再開に終わった。ロイ・ウェガリーは元 NASL 選手のジェフ・ウェガリーとスティーブ・ウェガリーの兄弟の末っ子である。3人全員がタンパベイでプレーしていたこともある。ロイには1987年に生まれた常連という息子がいる。 サッカー選手として引退後、プロゴルファーとして、生計を立てている。ESPN2 の MLS エクストラタイムのホストの一役を担っている。ありがとうございます。